こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は楽に稼ぐための教育ですね。まあ、楽に稼ぐ。こう言うと迷いを潜める人が多いと思います。でも、まあ、お金の稼ぎ方には楽に稼ぐか、苦労して稼げないか、選択肢は2つに1つしかないです。まあ、どうせ選ぶなら楽に稼ぐのがおすすめです。で、楽に稼ぐ3つの秘訣。まず第一に、努力なしでは稼げないという洗脳を解くと、そして自分の能力を正しく評価する。ほとんどの人は正しい自己評価ができません。よくある過小評価の例ですね。ほとんどの人は自分の持っている能力を過小評価します。そのため、自分の持っている能力を過小評価した結果、強みを生かそうという発想がありません。反対によくある過大評価の例。ほとんどの人は努力によって身につけられる能力を過大評価します。努力によって身につけられる能力を過大評価した結果、無駄な努力を重ねて時間とエネルギーを浪費します。2番目、寝食を忘れて打ち込むと。楽をしたいとか遊びたいとか思うならそれは向いてないです。自分はこんなに苦労してるのに、こんなに努力してるのにと思うなら、これまた全く向いてないですね。3番目、すぐに結果が出ることに集中する。これは、もう自分で何とかしようと思わないと。で、努力しないと、結果が出ないとか、頑張れば結果が出るとかね。そういうふうには思わないと。すぐに結果が出ることに集中する。楽をする方法を全力で探すと。で、この3つ、まあ、全部やるというよりは、どれかこの中の自分に合った方法を取り入れると。でも基本的に、まあ、これと真逆のことをするとですね、うまくいかないです。で、例えば、まあ、日本では一番、資産家というかお金持ちになった孫さん。孫さんはね、起業当時、朝の9時から夜の2時まで、戦略を練っていたと。まあ、戦略というのはね、何をやらないと、何しかやらないと、やるべきことは何かっていうのを、ひたすら練っていたわけですね。で、これ創業前にも、創業前というかね、高校生の時に、マクドナルドの、藤田伝さんのとこ行ってね、これから僕は何をすればいいでしょうかというのをね、押しかけて、しつこく押しかけて、教えを請えてます。だからね、お金儲けの上手い人に、話を聞くと。で、どうやれば、稼げるか、ね、日本を変えるほど稼げるか、偉大だと言われるほど稼げるか、まあ、そのためには、何をやるか、何をやらないかの選択が大切だっていうのを分かって、まあ、重々、そこに力を注いだと。通常の方はね、行き当たりばったりで、授業を始めます。孫さんは何を授業にするか、何をやらないかっていうのに、もう徹底的に、時間と頭を使ったと。お金も使ってますね。時間と頭とか、何しろ全力で何をやれば楽に稼げるかっていうのに、集中して見つけてきたと。まあ、その差が、ほとんどの、まあ、パッとしない消えてった、努力型の創業者の方たちか、日本一の資産家になったかっていう違いに表れてますね。でね、その話を紹介しているところでも、なぜか、まあ、孫さんレベルじゃない、まあ、普通の凡人が評価しているもんですから、この、戦略のところをですね、人の4倍やれば圧勝できると、まあ、とんだお門違いのね、結論に言ってます。戦略をきちんと、練らずにですね、努力だけしても、努力したという満足感だけは得られますけど、普通結果はついてこないです。努力が報われることはないです。戦略があって、正しい戦略を取った努力が初めて報われるわけでですね、戦略なき努力は報われません。これはなかなかね、受け入れがたい真実なんですけど、事実です。ですから、初めから自分なら何ができるか。寝食を忘れて打ち込めるものは何か。そして、すぐ結果が出ることに集中する。三拍子揃えば文句なしですけど、これから程遠いことをやってる方がほとんどなんで、この三つのね、戦略作りに、まずは、集中すると。で、それが、まあ、稼ぐための教育ですね。第一になります。これ、大人になってから気づいても手遅れなんでですね、子供のうちから教えた方がいいんじゃないのかなというふうに思って、今回ご紹介させていただきました。以上、転売王堀秀夫でした。